はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラゴンクエスト3続きをやっていきたいと思います。バラモス城のバラモスと戦うところですけれども、前回手に入れた魔人ノウのね、これ確かに攻撃力上がるんだけど、まあ、とりあえず装備しましょう。で、なんかミスが多いようだったら、ちょっと稲妻の剣に切り替えて、で、まずはバラモス城近くのイシスに行きましょう。まあ、このレベルで勝てるのかっていうのはね、ちょっと不安なんですけど、転職したね、2人がやっぱりレベルが低いんで、特に賢者ですね。もうちょっと呪文を覚えたいなっていうところはあるんですけど、まあ、とりあえずこのパーティーで行きましょう。で、まあバラモスまでは最短ルートで突っ込んでいきます。エビルマジ4体も出てきたか。稲妻の剣聞いたっけ。ヒャダルコで行こう。イオラが効かない可能性があるから。あれってか、これアカネちゃん、モモちゃん、あ、アカネちゃんがあれか、ヒャダルコで、モモちゃんイカズチの手使うか。これで、うわー、ヒャダルコは効かない。しかもマホトーン関係ないか、イカズチの杖と稲妻の剣だから。あ、魔法効かねえや、全然効かない。メダパにとりあえずマヒアドは、おお、ベホマなんて唱えてくるのか。攻撃系は今のところただ火炎を吐いてくる。ちょっと次のターンで倒そう。これで大丈夫でしょう。まあ、魔人ノウも今のところ別に普通だね。1回しか攻撃してないけど、魔人の金槌とかだっけ、なんか他のドラクエシリーズとねちょっと混同しちゃうんですよね。ドラクエ4の魔人の金槌がミスか会心の一撃かだったっけ。で、宝箱はもうすでに全部回収したはずだから、おーおーおーおおはぐれメタル絶対これギラ唱えて去っていくよ。地獄の騎士ってさ、焼けつく息を吐いてくるから麻痺ると厳しいね。まずはぐれメタル、よし。いやー、これ敵の先制攻撃じゃなければな。おお、かしの一撃出た、ももちゃんかやったぜ。あとはこの骨を、うわ、しびれた、ぶっ倒せば終わりなんだけど、ちょっと1体ずつ確実に倒そう。結構ダメージを食らってるな。まあ、マジックパワーは使わず薬草で。うお、ゆずちゃん何気にやばい。ベホマ覚えたっけ。まだベホマも覚えてないのか。てかベホ意味で回復か。全然ヒットポイント満タンにならないね。いや、麻痺って厳しいよな。よし、はぐれメタルを倒したから経験値がめっちゃ手に入ったぞ。ミカミックスレベル28、アカネちゃんもレベル21、2レベル上がんないかな。バシルーラてかむしろももちゃんレベル上がんねえし。薬草21個ちょっと使い果たそう。これはで、満月を使う。なんか歩いてれば麻痺ってさ、わりかし強制的に回復できるんだよね。ももちゃんも最大ヒットポイントがいくつだかよくわかんないからな。あ、治ってる治ってる。トラマナでどっちだっけ下だっけ。でこの奥だよね。で、下は何にもないから上に行って、
まあ、ルートさえね覚えてればそこまでダンジョン的には長くないので、やっぱりね探索しつつどうのこうのってやっていくと時間かかるんだよね。モンスターの出現率もそんなに高いわけじゃないな今のところ。でパラモスはなんでさこの玉座にいないのか気になるよね。こう地下へ降りていく一歩だったら大丈夫っしょ。おお、こいつは引きこもりか。完全に地下にいるな。一応薬草で全回復はさせるか。ももちゃん大丈夫かな。169か。でここに盗賊の花、宝はない。なんてわざわざさこいつさバリアの中にいるの。トラマナっていくつ使うんだっけ。2か。まあ2だったらいいでしょう。いるねー。こいつここで本当何してんの。こういうさモンスターとかさずーっと同じ場所にいるけどさ暇じゃないのかね。まあいいや、ついにここまで来たかゆずよ。ゆずちゃんなんだ。この大魔王バラモス様に逆らおうなどと身の程をわきまえぬ者たちじゃな。ここに来たことを悔やむがよい。再び生き返らぬようそなたらの腹渡を食らい尽くしてくれるわ。って言っても生き返るんだけどね、バラモス。自分はちょっともう草薙の剣にしよう。でラリフォーとかね超低確率で効くみたいですけど、まあ、成功法でいきましょう。どうしようかな。スクルト唱えておこう。でももちゃんピオリムを唱えておこう。まずは味方の強化が優先。ゴーヨナズン来た。しかも2回攻撃か。これはまずい。本当はバイキルトを唱えておきたかったけど、アカネちゃんはこれはもうベホイミだな。ももちゃんもベホイミ。ゆずちゃんはまだいけるか。で戦士にしておいて助かったな。激しい炎やばくねえかこれ。回復が追いつかないぞ。かといってね攻撃をしないわけにもいかないからね。ベーホマがないのが痛いの。ギャー死んだ。ギャーメラゾーマとかマジ終わってんなこれ。全然歯が立たないんだけど。これだからさ、ゆずちゃんをさベホまで一気に回復できないっていうのがさ痛いよな。メダパにあっぷんね。いやー無理だよ。どうする、とりあえずバイキルトかけとこう。ザオラル使うか。ザオラルってもう生き返んない可能性があるかんね。生き返らない。いいよなずん、これが強い。アカネちゃんはなんかあんまり食らわないな、なんてか知んないけど。で魔法トラでさマジックパワーを吸い尽くすとかできないのかな。あちょっと待って、ももちゃんにしておこう。でゆずちゃんも回復させとこう。アタッカーだからね。ゆずちゃんが死ぬともう確実に勝ち目はなくなる。バシルーラ、さてももちゃんは一応生き返らせるか。これはまた即バイトだな。生き返ったけどさもうすぐ死ぬんじゃないかこいつ。言わなずん、あかねちゃんあれだな、何装備してるんだ。魔法の盾とかなんかそういうのを装備した方がいいのかな。ちょっとミカミックスに自分も回復しよう。ライデインってどれくらい当たるの。もうやってみよう、とにかくやってみよう。もうでひたすら回復だなこの二人は。
いや、やっぱりね、ベホイミがきつい。ベホマ覚えたい。ヒュズちゃん、ミス多いね。やっぱミス多いわ。ライデイン !90。結構強くね。ミスが多い気がする、やっぱりマジノーの。ちょっと稲妻の剣に変えよう。確実にダメージを与えていく。もう、ライデインだな。で、あかねちゃん自分を回復させて、ももちゃんはミカミックスだな。激しい炎、これも痛いんだよね。90とか80。おら、どうするこれは。ホイミとかじゃもう間に合わないしな。ミカミックスがまだベホイミ覚えてないからね。とりあえず死なないよう最優先で回復させよう。うわー、でゆずちゃんとミカミックス、とりあえず先手は取れるね。回復の2人はやばい、危ね。ミカミックス本当にバイキルトをかけたい。今のうちにちょっとミカミックスを回復させとくか。メダパに効かない。よしよしよし、だいぶ持ち直したな。ここはちょっともう一回ライデインをかけて、バイキルトをかけよう。ももちゃん、ルカにとか効くか。いやー、でも効かないとあれだかな。自分たちは絶対効くから、念のためもう一回ピオリムをかけとこう。今バラモスの方が早かった。走るだ、大丈夫だ。ああ、もうあかねちゃんマックスか。これでマジックパワーとの戦いだな。あとはベホイミ、ちょっと死にそうな2人を先に回復させとこう。うわ、ヨナダ君89、あ、食らわないか。48、大丈夫だ。俺の攻撃エクサイル、よし、110入るね。俺はでかい。アタッカーの2人を回復させよう。いや、マックスまで回復しないっていうのかな、すげえ痛いな。結構ダメージ当たったね。ベホイミでミカミックスもな、もう一回回復させないといけないからな。なかなかいい戦いはしてるんだけどね。激しい炎、いやー、やばい。90とか80とか、これが痛い。フバーハってさ、結構レベル高くないと覚えなかったよね。フバーハがあるとすげえ楽なんだと思うけど、さすがにそこまでのレベル上げはできないからな。痛い、メラゾマ、この2回攻撃はマジで痛い。39、ベホイミ1回につき5か。あと7ターンくらいしか持たないね。あとはこの下、マジかよこれ。頭が混乱したのを直すのってなんかないの？回復だな、ゆずちゃん。ちょっとももちゃんとかも一応回復させとくか。混乱してる。ガッハ攻撃してきた。よりによってイオナズンがマジで痛い。バシルラで飛ばされたら終わるな。でとりあえずは混乱しているっていうのがね、もうどうしようもならない。これで、いやー、これベホマだな。やっぱりベホマが必須だよ。うわ、パーキーマこっちかよ。やばい、これミカミックス死ぬぞ。回復したけど激しい炎が死ぬ。あー、イオナズンでも死ぬな。やばい、壊滅状態に陥った。誰を回復させるって言ったら、もうアタッカーにかけるしかないね。最後のアタッカーの攻撃でいや、バギとかさ、もう今となってはめっちゃ痛いんだけど。うわ、
なんとかなんとか首の皮一枚繋がっている。激しいの、あ、これ死んだ、全員死んだわ。いやーもうマジックパワーも切れてたしね。いや強いわバラモス、やっぱりそなたほどの者がやられるとはなんと思いがけぬ。いい人だサマオンサの王様、恩があるからね。な、8700とかさ、1万2000とかさ、どんだけ。ハグリメタル1匹倒しても無理じゃん。記録しておくか一応バラモスと戦ったという記念を記録しておこう。じゃあすいません、バイトしましょう。じゃあバイトしてからまたバラモスに挑みます。はい、ももちゃんがレベル30になってベホマを覚えましたので、これでちょっとバラモスに再戦を挑もうかなと。あかねちゃんね、30まで上げるのはもう相当きついと思うんで、一旦これで挑みましょう。でミカミックスもベホイミを覚えたんで、最悪まあ3人で回復を回せるんでなんとかなるかな。愚か者め、まだこのバラモス様に逆らおうというのか。身の程をわきまえぬにも程があるぞ。ふむ、まあ良いわ、何度超えても無駄なこと。このバラモス様がどれほど偉大かを思いさせてくれるわ。何回も挑戦させてくれるんだ。最初腹渡をくらい尽くすみたいなこと言ってたけど、ゆずちゃんと、ちょっと待って、ゆずちゃんと、ミカミクサ攻撃で、ももちゃんは一応ピオリムは唱えておこう。早めにもう回復を入れたいからね。で一回スクルトかな。イオナズン、これが痛いんだよねやっぱり。ただゆずちゃんはねまだ200オーバー、200オーバーしてると思ったら、これどうする。3人回復に入れるか。ゆずちゃんは最悪ベホまで一気に持ってくでしょ。ここはちょっと回復ターンだな。47か。激しい炎もね熱いんだよね本当に。90とかね食らうからね。で、いや、こっちじゃないや、ここも回復だな。ももちゃんはもうベホまで一気に持っていくと、よし300まで。うわ死ぬ、死ぬけどここはちょっときつい、きついけど、ベホイミ、ももちゃん、あかねちゃんはバイキルトにしよう。バイキルトをゆずちゃんにかける。攻撃もしていかないとね、倒せないからね。よし、100を超えた。メラゾーマ、痛いけど単体だからなんとかなる。ベホイミで、バイキルトもいけるぞ。ミガミックスに2人バイキルトがかかればアタック面ではかなり。メタパニ、よしよしよし、これはでかい、マジでかい。攻撃攻撃のピオリムだな。でもう一回スクルトはかけておこう。バラモスもね殴ってくるからね。うん、イオナズン、どうする。これは3人回復に入るか。ゆずちゃんはまだ大丈夫。いや回復早めにやっておこう。ベホイミベホイミベホイミだな。とりあえず体勢は立て直して、バシルラ、あぶねえ、これなんかバシルラ食らったらさ終わるよね。生き返らせることもできないからな。でまたあれか、ヨナズン来たのか。いや回復に入ろう。ゆずちゃんがちょこ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 ダメージを与えていく。防戦一方だな。よしで2人攻撃に入ろう。でベホまで最大まで持ってって、ベホイミでミカミクスを回復。どうよ、激しい炎来た、これが熱い。後ろ2人が食らうね。ガーやばい、どうする。ギズちゃんは攻撃、
いや、ミカミックスもまだいけるな。アカネちゃん、ちょっとベホまで完全に回復させよう。先手はね、取れるはず。先手を取れるっていうのがちょっと安心だよな。メラゾーマ。ガー、これもベホまで持ってこう。ベホまで持っていって、どうする、アカネちゃんどうする。もう一回やっぱりスクルト唱えておこう。固められるときに固めておこう。ベホマ。メタパに混乱した。マジか、これザメハとかじゃ治んないんだよね。いや、どうする。しかもさ、殴ることできないじゃん味方。あのファミコン版だとさ、味方を殴ってさ混乱直せたのに。いや、マジか、ここで混乱されるのは痛いな。だってザメハは完全に眠りだからね。キアリクとかも麻痺でしょ。いや、無理だわ。どうする。すげえごくまれにラリホーが効くみたいだからね。ちょっとラリホーするか。で、殴られてもちょっとスクルトかけておけば痛くはないはず。寝ろ。寝たー。あ、でもこれ起きるか。ギラ。まあいいや、しょうがない。ルカニとか効かないんかな。ちょっともう一回ラリホーしよう。で、メラミとかも効くのかな。ちょっとメラミ打ってみるか。どうだ、効かない。寝ろ。寝た。メラ。とりあえず大丈夫だな。このミカミックスの混乱と治んねえし、マジで。その間になんかいろいろやっとこう。ベホイミで一応ユズちゃんマックスまで回復させておくか。アカネちゃんどうするかな。バイキルトを唱えてもな、しょうがないしな。ルカにも効かなそうだしな。やってみるか。効け。あ、下がった。よし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 。ライデン痛い。ひどい。いつ治るんだよ本当に。もう一回ルカに唱えよう。200とか。めちゃ強い。ギラ。ちょいちょい減らしてくるね。どうだ。うわ、何も起こらなかったってことは下げ切ったんだな。最悪ミカミックスを殺して蘇らせて混乱を直すっていう、そういう方向も考えざるを得ないね。打撃を食らわないと治んないの混乱って。メラ。絶対味方に攻撃してくるしね。自動回復しないのかな。でも一応回復させておくか。一応ゆずちゃんがかなり、お、攻撃は全然食らわないね。でももちゃんとあかねちゃんを回復させれば今のところなんとか保ってるな。ゆずちゃんがひたすらビギラマ。これちょっと痛いぞ。バラモス。よしよしよし、やっと我に返ったか。こっから反撃を。もうももちゃんとあかねちゃんは多分大丈夫のはず。ベホまで一気に回復させよう。でミカミックスはベホミだな。この野郎、今までの恨み。激しい炎、これも痛い。3人回復に入ろう。これはうわ、2回攻撃か。自分はベホイミでいいでしょう。ももちゃんちょっとベホマだな。あかねちゃんもな、ベホイミきついんだけどな、しょうがない。先手は取れる。よしよしよし、先手は取れるね。メラゾマ。メダパニ。危ない危ない。もうメダパニは本当に怖い。これはベホイミベホイミで行こう。二人は殴る。ゆずちゃん、ミカミックス、イオナズン。これは3人回復に入るか。ミカミックス
スは大丈夫とか、ももちゃんとかも大丈夫そうだな。大丈夫か、殴ろう。ゆずちゃんとミカミックスは殴る。で、ベホまでマックスまで回復させて、あかねちゃんかな。ほら、よーし。いや、まあ強いね。やっぱりバラモンさ強い。普通に1万6000も経験値持ってんだ。31レベル。あかねちゃん25レベル。マホカンタ、ラナルータ。グー、おのれ、ユズ。ユズちゃんなんだ。わしは諦めぬぞ、グフ。バラバラに砕け散った。暖かい光が辺りを包む。ヒットポイントとマジックパワーが回復した。どこからともなく声が聞こえる。ミカミックス、ミカミックス、私の声が聞こえますね。あなたたちは本当によく頑張りました。さあお帰りなさい。あなたたちを待っている人々のところへ。ワープさせてくれたんだけど。いやでもさ、帰りなさいって言うけどさ、多分今の精霊ルビスの声だよね。精霊ルビスは普通にさ、おお、なんだ。待っててくれた。ゾーマの存在知ってるでしょ。おお、ミックスが帰ってきたぞ。勇者だ、勇者が魔王バラモスを倒して戻ってきた。ってかさ、バラモスの名前ってみんな知らないって言ってなかったっけ、王様。公表したのかな、倒したことによって。実は魔王はバラモスという名前だったんだみたいな。お母さんは。なんでお母さんはさ、あれなの、迎えに来てくんないの。みんなバラモスの名前知ってるね。ちょっとお母さんに会いに行こう。ひどくないか、お母さん。お帰りなさい、ミカミックス。お母さんは嬉しくて嬉しくて、今のお前の姿を父さんに見せたかったわ。勇者はおらん、この G の孫じゃ。この G だよな。この G ライデインくらい使えないのか。年は取ってもまだまだ呪文は使えるぞい、ライデインみたいな。とりあえず王様に会いに行こう。王様はテコでも動かないね。わしは王者から椅子からは動かんみたいな。ミックスよ、自分で来るんだ。しょうがない、それほど王様は偉いからね。これでまたアリアハンの名が世界に届くだろう。めでたい。こいつは政治のことしか考えてないな。おお、ミカミックスよ、よくバラモスを打ち倒した。さすがオルテガの息子、国中の者がミカミックスを称えるであろう。さあ皆者々、祝いの宴じゃ。こいつぬいぐるみが一人いるからね。お、やられるのか、この兵士。超かわいそう。わははは、喜びのひとときに少し驚かせたようだな。我が名はゾーマ、闇の世界を支配する者。このわしがいる限り、やがてこの世界も闇に閉ざされるであろう。さあ苦しみ悩むがよい。そなたらの苦しみはわしの喜び。命ある者すべてを我が生贄とし、絶望で世界を覆い尽くしてやろう。我が名はゾーマ、すべてを滅ぼす者。そなたらが我が生贄となる日を楽しみにしておるぞ。わはは。さっきの稲妻みたいなのでさ、この勇者とかも倒せなかったのかな。なんで兵士だけ倒したんだろう。見せしめか、一応。なんとしたことじゃ。やっと平和が取り戻せると思ったのに、闇の世界が来るなど皆にどうして言えよう。ミカミックスよ、大魔王ゾーマのことくれぐれも秘密にな。もう疲れた、下がってよいぞ。完全に疲れきってんな。おいたわしや、王様はすっかりお力をなくされたようじゃ。王の代わりはしばらくわしがすることにしよう。いや、完全に老け込んだな。あ、ももちゃんレベルが上がりそう。で、こっからどうするのかのヒントは誰がくれるんだ、そもそも。いや、行く場所は分かってるけどさ。じゃあちょっとみんなに話してみる？人がいない。いや、だってさ、この宴に参加してなかった兵士とかはいるわけじゃん。
え、何かあったんですか？何かあったといえば何かあったよ。大魔王が現れた。はっはっは、冗談を。確実に6人の兵士がさ、犠牲になってるわけじゃん。おい、あいつはどうしたの？みたいな。宴に参加してたはずじゃなかったのか？みたいな。ひっそりと葬式が執り行われるのかな。せっかく魔王を倒したというのに、なんで死んでしまったんだって。これ絶対でもさ、王の過失だみたいなあれになるよね。いやー、このあと王様はどう6人の死亡者に責任を取っていくのだろうか。でも完全に疲れ切っちゃったからね。てかマジでさ、誰か情報くれ。とりあえず闇の世界にじゃあ行こうっていうのはわかるけど、誰が情報をくれるんだろう。とりあえずラーミアで探し回らなきゃいけないのかな。まあ右の方にね、洞窟があったんで、あそこ行ってみるかっていうことにはなると思うんだけど、うん、まあ当たり前だけど、アリア班の人たちは何も知らないか。じゃあ一旦イシスに行くか。ていうかさ、精霊ルビスもさ、あの時なんか教えてくれよ。ゾーマのいる世界はなんとかなんとかですみたいな、この右の洞窟から行けますとかさ。ちょ待って、このさ1マスっていうのが難しいんだよね。とここに兵士がいる。大変だ、ものすごい地響きがしてひび割れが走ったのだ。何か巨大なものがこの大穴を通っていたようなんだ。そして私の相棒がこの穴に落ちたの。ていうかさ、よくさ穴に飛び込もうと思うよね。一応さ見る、盗賊の花。宝はない、じゃあ行くか。すげえ勇気だな。まあ、こいつらはね、どんなに高いところから飛び降りても死なないからね。塔のてっぺんから飛び降りても死なないからね。あと3個、ラックの種。おや、またお客さんか。そうか、あんたも上の世界からやってきたんだろ。ここは闇の世界、アレフガルドっていうんだ。覚えておくんだな。一応下の世界の人たちはさ、上の世界のこと知ってんだね。ここから東に行くとラダトーム。お父さんが船なら自由に使っていて、超太っ腹だな。レミラマ。何？ない？上か、じゃあ。こっちの方を見てみよう。あそこに1個あったね。あれ、全部で3つって言ってたよね。で、ラックの種しか取ってないから、あれ、どこだ？力の種かい。右の方を見てみるか。え、あっちはいけないよ。え、マジでどこ？もっと右？え？盗賊の花。あ、船に乗ってこっちの大陸に行くのか。大陸でもないけどさ。で、レミラーマ。え、ない、どこだ、マジでどこだ。あれ、あと1個あるよね。で、多分これ出ちゃうよね、外に。ああ、ここか。小さなメダル、よし。あ、そうそうそう、小さなメダルはね、かき集めて、一応ドラゴンテールはね、もらったんですよ。で、戦士ドラゴンテール装備できますね。一応こっちにしとこう。まあ、バラモス戦だったんで稲妻の剣にしてましたけど、あ、船に乗れないんだけど。じゃあまずはラダトームに行きますか。スライム、まあ、ラダトームの近くだからね。もうこいつらはただの雑魚だ。っていうか、まあスライム以外にも普通に敵は出てくるんだけど、ラダトームの町にようこそ。ここは武器と防具の店。金はそこそこある。ドラゴンキラー、パワーナックル、天使のロープ、ドラゴンメイル。もう防御力が下がるね。ドラゴンシールド、三日神の盾がある。ミスリルのヘルムも高っ。めっちゃ高。魔王バラモスを倒したですって。でもバラモスなど大魔王ゾーマの手下の一人に過ぎませんわ。こいつは物知りだな。我らの祖先はギアガの大穴を抜け、この地に移り住んだそうだ。あ、もともとは上の世界の人たちなの。ここアレフガルドは閉じられた闇の世界、ただ絶望があるだけ。北の洞窟の奥には全てのものを拒む底なしのひび割れがある。そ
それこそが魔王の爪痕。魔王がこの世界に現れた時できたらしい。てかさ、ゾーマはどうやってここに来たの？あと2個。一応レミラマとないよ。あそこか。邪魔だこのおばさん。まずは宝を取りに行こう。ここを道沿いに歩けばラダトームのお城。その前に宝、小さなメダル、あと一つだね。まあ、これはちょっと端からレミラーマをかけていくしかないか。適当に。レミラーマ2使うからね。ここはない。一応階段を登って、命の指輪は生命の源、指輪をはめていれば歩くたび体力がよみがえりましょう。体力よりマジックパワーなんだよね。でここにはもうない。こいつなんでこんな離れのところに住んでるんだ。多分土地が安いんだな、離れてるから。まあそういうのはちょっとしょうがないですよね。都市部に行けば行くほど高くなるっていうのはどうしてもあるんで。僕呪いを解く勉強している。みんなが呪いにかかったら僕は解いてあげるんだ。そんな頻繁に呪いってかかるもんなの？需要がなさそう。盗賊の花、宝は2つ。雨と太陽が合わさるとき虹の橋ができる、古い言い伝えですじゃと。いちいちこれ階段を上り下りしないと逆側に出れないんだけど。そうすると本かな、これは。開運の本、いいね。甘えん坊辞典。開運の本はいいね。読むだけで運が良くなるんでしょ。で、こいつは魔王は絶望をすすり憎しみを喰らい悲しみの涙で喉を潤すという。我らアレフガルドの人間は魔王に飼われているようなものなのか。家畜だね。それはしょうがない。人類は思い出した、ゾーマに飼われている。絶望を。こいつ寝てるね。苦しい。ご飯の食べ過ぎでお腹が苦しい。レミラムとないよ。ない。あとどっちだ。ちょっと端の方とかがねやっぱり怪しいからね。あ、どこ、ここか。不思議な木の実で教会の中以外は行ったかな。お、上に登れる。一応ここも見ておくか。ない。ここも見ておこう。あ、宝ないんだ。いやいや、あなた様は。私です、カンダタです。悪いことはできませんな。こんな世界に落とされて今では真面目にやってますよ。そうだ、昔のお礼にいいことを教えましょう。昔っていうけどさ、どれくらい時が経ってんの。ラダトームのお城には太陽の石ってやつがある。こいつ何、囚人みたい。真面目なことやってるとか言ってるけどさ、すげえ囚人みたいなんだけど。悪いことして捕まったんじゃねえの。じゃあラダトームのお城に行きましょう。でここは宝はない。あ、そうか。まだ城の外だからか。ラダトームのお城にようこそと。でここ自体は4個、宝箱は見えるね。お城の宝だった武器や防具を魔王が奪って隠してしまったんだ。魔王でも怖いものがあるのかな。隠してしまった。あ、そうか、なんか設定的には結局壊せなかったんだよね。からこれもカウントされてんのか。カウントされてる。宝の匂いがするとか言って宝入ってねえじゃん。飛んだ花だな。あ、間違えた、レミラーマを隣の人じゃん。え、どこ光った今。全然わかんない。は。どこやん。え、どこ。マジでわかんねえんだけど。台所か。あ、あった、台所か。小さなメダル。ここはお城の台所ですわと。これも無理やり行こう。大魔王ゾーマを倒すなどまるで夢物語だ。しかしかつてこの城にあったという王者の剣、光の鎧、勇者の盾、これらを集めれば、あるいは集めてもさ、自身が弱いとどうにもなんないからね。あ、光の玉もらってくるの忘れた。まあいいや、それは誰かが何かの情報をくれるのかな。一応そういう手順を踏みましょう。かつてはここにも多くの勇者様がお泊まりでした。
だけど誰も帰ってこなくて空き部屋ばかりで、勇者って何、部屋借りてたの？ちょ邪魔なんだけどこのおばさん。レミラマチョ、ここね。捨てデコパンツ、あ兵士がいる。うう、ギアガの大穴に戻ってこのことを報告しなければ。だが恐ろしくて外へなど出れない。うう、相棒さんかねこいつは。ほんとこのおばちゃん邪魔なんだけど、このさ、ど真ん中にいるからさ、右も左も行けないっていう。じゃあちょっと王様の間に行きますか。このお城と海を挟んで向こうに見えるのが大魔王の城です。きっとこの国にも朝が来ると信じていますわと。光あれの人もいるよね、そういえば。おお、遥か国より来たれる勇者たちに光あれ。これマジックパワーだよね。ここはラルス王のお部屋です。噂ではマイラの村に妖精の笛があるそうじゃ。ここから東の小さな大陸にマイラの村があるそうです。船があるのなら西の海を抜けて大陸沿いに南から回っていくと良いでしょう。親切だ。私がオルテガ様のお世話をしたんです。ひどい火傷をしてお城の外に倒れていて、記憶をなくされたらしく、ついにご自分の名前が思い出せなかったんです。もし旅立たれるなら私にあなたを讃える歌を歌うことをお許しください。いやダメです、どうせくだらねえ歌なんだろう。彼方よりかの人は来たり、その名はミックス。ラララ、ほんとくだらねえ歌だな本当に。これまで数多の勇者が大魔王を倒さんと旅に出た。しかし帰ってきた者は誰もおらぬ。そう、あのオルテガさえも。ん？見ぬ顔じゃな。そうか、そなたらもまた上の世界から来たと申すか。わしがこの国の王ラルスじゃ。わしのところに来るまでに人々の話からおおよそのことは聞き及んでいるであろう。もはやこの国は絶望しか存在せぬ。しかしもしそなたらが希望をもたらしてくれるというなら待つことにしよう。経験値が必要ですと。一応なんかオルテガに似てるみたいなことは言ってこないね。そしてなんでぬいぐるみがいるんだみたいな、それも疑問には思わないんだね。で、あとはちょっともう少しラダトームを漁りましょう。こういうところとかね、あと台所の下のね、このなんか小部屋的なやつも怪しいんで。怪しいんでってもうすでに知ってるからね。一応1個ずつ見ていきます。素早さの種550円、で太陽の石と。で一応ここベッドがあるってことはさ、誰かの部屋だったのかね。台所の上に部屋がある。でもまあ2階だと考えれば普通か、わりかし。お、こっちにもあるね。ここはないのか。にゃーんと、この下とか、あーあるね。でここは、あ間違えた、デミラーマじゃねえや。宝自体はないか。なんてさ、牢屋の鍵で閉じ込められてんの。何、太陽の石、そんなものここにはないぞ。しかしおかしなものじゃな、わしは夢を見たんじゃ。この国に朝が来た時、誰かがわしにその石を預けに来る夢をな。ああなるほど、そういうことね。ちょっと場所を変えてるんだね、やっぱり。ワンをやってるとね、ネタバレでわかるからね、こういう階段とか、それをちょっとだけ設定変えるみたいな。でこいつはアリアハン、どこかで聞いた名前だな。そうだ、そういえばそこから来たっていうおっさんが一人いたな。オルテガのことでしょ。オルテガさ、自分の名前以外思い出せなかったって言ってたじゃんさっき。教会の神父さんがいたね。ちょっとあの人にも話しかけよう。いやあのおばさん嘘ついたな。っていうかきっとあれか、名前を思い出した後旅立って、さらにもう一つアリアハンから来たっていうのを思い出して、あのおっさんに話しかけたんだな、オルテガは。で神父さん、おや見ない顔ですね。なんと魔王を倒すため上の世界から、はい。おやはり、しかし不慣れな土地でさぞや苦労なさいましょう。おお、そうじゃ、これを持っていきなされ。この地図があれば少しは役に立ちましょう。あ、そっか。地図出てなかったね、そういえば。妖精の地図を受け取った。妖精の地図を見て大陸をくまなく歩けばきっと道は開けましょうぞ。なんで妖精の地図なの。妖精って何か関係してるんだ。これもないよね。何回も唱えるけどさ。
じゃあ当面はまあこのアレフガルドの地を探索するということで、東にマイラの村があるって言ってましたよね。ただマイラの村って歩いていけないんだっけ、船で行くのがよかろうみたいなこと言ってたけど。これ外に出るのってさ、あ、こっちから出れるかな。あ、出れる出れる。で、ちょっと待ってね、これルーラでラダトームに来ると多分船が移動してくると思うんで。何、移動してこない。読みは外れたか。スライムとか超めんどくさいんだけど。もうガンガン行こうぜ。で多分イオとか唱えてくれるはずだから、稲妻の剣か。いいねいいねいいね。ちなみにスライムベスはこっちの世界に来ないと出ないんで、何気にレアモンスターなんですよね。弱いけど。ゾーマはあれなのかね、スライム好きなのかね。こういう地でもさ、スライムが出てくるってことは。で、どう行けって言ってた。くるっと回るがよかろうみたいな。キングマーマンとか強そうだな。あ、ミカミックスあれか、なんだっけ、なんとかの剣装備してたよね。草薙の剣か。ブーメランにしよう、ブーメランに。キャダルコー結構痛いな。でも南から回るよりなんか北から回った方が良さそうな気もするけど。え、イカズチの杖なの。攻撃しろよ普通に。なんで攻撃の方が強いでしょう。ももちゃん31。まあでもせっかくだから下から回っていくか。え、本当に歩いていけないの。ちょっとすっげえ遠いんだけど。炎のブーメラン、これを装備しよう。ここら辺のマリンスライムとかだったらさ、トヘロスかければ出てこないんじゃないか。キングマーマンとかはさすがに出てくると思うけど。188ポイントとかね、経験値安すぎるからな。ある程度の敵はこれで抑制できるんじゃん。そう、あとね、武器とか防具はできるだけザキザラキ。おお、すごい。こうリムルダールとかなんかそちら辺行ってからメルキドもあるはずなんで、でドムドーラもまだ滅ぼされてないはずなんで。ただガナイの村はないんですよね。28レベル、お、だいぶ追いついてきたね。ゆずちゃん戦士は早いな、レベル上がるのが。まあ、魔法とかがないからね、賢者はどうしても遅くなるんですよね。当分は船旅だな。キングマーマン、イオラか。イカズチの杖、ベギラマ。ユズちゃんは普通に攻撃した方がいいぞ。よしよしよし。うん、やっぱりミカミックス遅いは遅いよな。豪傑だからしょうがないんだけど、ここあたりで電光石火にするとあれかね、素早さの伸びとか間に合ってくるかな。なんか祠があるから行きましょう。ここは人間は嫌いだけどオルテガは好きよ。きっと大魔王を倒してくれる。完全に偏見だなこいつ。自分の考えをすぐ曲げるよね、なんか好きな人が出たら。人間は嫌いだけど、あれこれは私はその昔ルビス様にお仕えしていた妖精です。そしてあの日12月31日、ルビス様に代わりミカミックスに呼びかけたの。あ、そうこいつなの。あの時は随分と失礼なことを言ったかもしれません、許してくださいね。しかしミカミックスはついにここまで来てくれました。私の思いを込めあなたにこの雨雲の杖を授けましょう。え、じゃあさ、バラモス倒した時に声かけたのもこいつ。そう、ルビスは今あれなんだよね、まだあんの、石になってるんですよね。あれない、こっちか。え、もっと上に行かないとね。あ、ここか、銀のロザリオ。結構端っこの方だと反応しないんだね。
じゃあとりあえずもうここはいいか。であとはここにも祠があるね。ここは大陸続きにはなってないんだっていうか、クラーゴンとかあれだね。ザキがめっちゃ効くな。ザキ耐性ないのか。宝、あと1個。この宝取れないのかな。ここは聖なる祠。そなたが誠の勇者ならその身に聖なる守りを携えるはず。出直してくるがよい。偉そうに本当にこいつらは。一応レミラまで見る。ああ、あれではないね。ってことはこっちの端の方は、どこだよ。またわかんねえんだけど。ああ、あそこか。真ん中の方だった。もっとわかりやすく光ってほしいな。一瞬だからね。これさ、レミラーマとかないと無理だな。探し当てられないわ。少なくとも盗賊の花がないと無理。あとどこに何個あるのか、それだけでもね分かればね、取りこぼしがないっていうのは把握できるから。ザキ。すげえ。ブーメラン。てかこれ以上強いブーメランないの。炎のブーメランもだいぶ使ってるよな。いまだに炎を宿しているからね。リムルダールはちょっと寄ってく。トヘロス一応かけよう。ここからいけるか。いけそうだね。キメラ。あ、ちょっとモモちゃんとアカネちゃんヒットポイントが減ってる。ほら無知。なんか2番目のやつの方が攻撃当たったんだけど。アカネちゃん26。バギマヒャダイン。おお、いいね。ヒャダインはね全体だからね。秒まで完全に回復だな。でここら辺はちょっとね、はぐれメタルがね出てくる可能性があるんで。ガースカルゴン強そうだ。ザラキ死んでんのね。骨なのに。ザラキってさ、その最初の設定ではさ、なんか血液を凍結させて死に至らしめるっていう、そういう魔法だったはず。スカルゴンとか完全に血液流れてないからね。まあでもこれはね、漫画とかでね、いろいろ設定が変わるんで、ザラキとかザキとか。なんか死神の声がしてそのまま死んでいくとかさ。ただドラゴンクエスト2が出た時は血液を凍結させて死に至らしめるって、そういう魔法だったはず設定は。で、一応盗賊の花またやろう。4個結構あるね。はい、あります。あそこにもある。くじけぬ心。一応部屋の中までちゃんとレミラマしてくれるんだ。ああ心配だ。宿屋に置きっぱなしの荷物を誰かに取られないだろうか。あの中にはオルテガ様から預かった大切なものが入っている。取りに行けよじゃあ。こんなところでほっつき歩いてないでさ。バカなんじゃないの。まあそれは俺はもらっておこう。命の指輪。まあ別に装備するあれはないからね。ガーターベルトはちょっと外せないからな。性格そのものを変えないと。あとちょっとこちら辺をレミラマするか。ない。この真ん中あたりもレミラマしとく。ない。光の玉がなければとても魔王を倒せないでしょう。そうか、なるほど、光の玉が必要なんだな。この世界の上には光あふれる世界がある。信じられませんわ。まあ自分の目で見てないからね。予言所。雫が闇を照らすとき、この島の西の外れに西の恥がかかりましょうぞ。ここある。ちなみにない。左に階段があるね。ああ神様、どうかこの国をお救いください。残念ながら神様は今あそこにあるね。石になってるからね。まあ神様は魔王に負けてしまったということだよ、残念ながら。あ、これどっから行くの。
哀れなり勇者オルテが魔の海に渡る術を知らず海の藻屑と消えたそうじゃ。いや泳いでいったからね。オルテガってそう考えるとすっげえよな。間違えた、レミナモだ。あそこにある。あ、ここにもあるじゃん。あと2つここか。あれ、あっちからじゃないと入れない。これ窓かドアかと思った。普通にお兄ちゃんたちも魔王を倒しに行くの。でも遅かったね。きっとオルテガのおじちゃんが魔王を倒してくれるよ。いや、まあ魔王さえ倒してくれれば遅くてもいいよ。私は見た、年老いた男がこの島の西の外れに立っていたの。あの男は今どこに。ハヤブサの剣欲しいな。バスタードソード強いね、めちゃ強いね。三河橋の服とか売ってるんだ。オーガシールド、グレートヘルム。いや金がマジで10万くらいないと無理だな。ハヤブサの剣はね、賢者に装備させたいんですよね。聖なる守りは聖霊ルビス様の愛の証ですわ。愛か、ちょっと重いな。重い愛だな。悟りの書とかこんなとこにあるんだ。あ、マジか。そっか、リメイク版になって3つ。え、3つって言った割には2つしか光ってなくね。 あそこかタンスも光ったか。悟りの書一応手に入りやすくはなってんのか。噂ではルビス様が封じ込まれた塔に光の鎧があるそうじゃ。金のくちばし。そういうさ、噂がいろいろ立ってるけどさ、マジでどっから誰が流してんの。力の種。で、ちょっとじゃあ外壁をたどりますか。あれ、あと何個、もうないよね。あと2個。町の外れにいるって言ったのにあの人だら遅いわね、プンプン町の外れとかをさ、待ち合わせ場所にするのが悪いんじゃない。もっと分かりやすいところで待ち合わせろよ。魔法の鍵というのを一度見てみたいものよのを見せてやろうか。持ってるよ。でこの2つか。小さなメダルと、ここ結構小さなメダルあるね。賢さの種。これでこのフロアにはない。これ同じフロア扱いだよね。あ、ないね、ないね。で、あとこっちの賢者の石は全員の傷を治せて、しかも何回でも使える。ところで彼女遅いなこれハズレかどっちかっていうと彼女の方が的を得てるよな。あそこ入りたいけどどうやって入るんだ。ちょっと一回外に出て入り直そう。左からなんかあったよね、階段行けるところ。え、ここ入るとこうなって木があって、下から入んのか。こっちか。ここから入れそうだ。よしよしよし。2階には宝があったからね。その囚人は人を騙してばかりいた男だ。詐欺罪か。大魔王の城の玉座の後ろには秘密の入り口があるらしいぜ。まあどうせ俺の話など誰も信じてくれないから。そんなのだからさ、どっから仕入れてきたんだよその噂を。小さなメダル、お、すっげえいっぱいある。リムルダールはあれだよね、地点登録されるよね。あとマイラの村とかも行って、とりあえず村を一通り回って小さなメダルをかき集めたら、アリアハンに行って交換するか。次ドラゴンクローだったかね。舞踏家いないから特にいらないんだよな。ちなみにリブルダールってルーラするとどこに船が到着するんだろう。普通に右の方か。 あそこにあるね。アースカルゴン。しかしザラキで一掃する。止めた。2人か、2人かというか2人残ったか。まあ、スカルゴン自体は全然強くないからな。スカルゴンの1個上だっけ、なんだっけ、なんか言ったよね。超経験値持ってんだけど3人で1700。こんな雑魚なのに美味しいな。はぐれメタル来たー。ちょっと待って、これはもう命令させるだな全員。しかもはぐれメタルだけっていうかなり美味しいパターンだ。B が残った、 A は逃げた。うわ無理か。魔人の
あれにしよう。1ダメージも当たってねえし、マジノンにしよう。会心あかねちゃん、ゆずちゃん、無理か。はやぶさの剣だとね、2回攻撃になるからね。いやー、これはギラ、おお、すげえ、ラッキーだ。3ターン残るのは珍しい。いや、ゆずちゃんが当たらん。もう1ダメージ欲しいね。あかねちゃん、うわ、逃げられた。てか魔人の方ってさ、そういう性質じゃなかったっけ。そもそも全然クリティカル出ないね。もう売るかダースリカントトマトハンド。あー、待って、もうこれはガンガンで行こう。41か、それなりだな。でマイラの無駄よ、マイラ、すぐ敵が出てくる。キングママン、イオラは通るね。イオラが通ってくれればね、結構楽だからな。でこいつらも3人いれば1000超えるか。もうやっぱり敵を倒してね、1000は欲しいよね、経験値。上陸してしまった。でこっちはいけない。一応洞窟あるんだね。クラゴン、ザキ、あれ2回攻撃こいつ。45とか、それなりに食らうな。おお完全にザラキで仕留められる。32レベル。ちょっと満タンしとくか。これこっから上陸したらダメなの？これとか怪しいけど。サタンパピーとかこんなんいたっけ。すげえ、ムチ持ってるけどグループ攻撃してこないよな。ムチならこっちの方が上だ。イカプチマツでベギラマでいけるか。グールはな、なんか何の耐性もなさそうだからねひたすらダメージを食らうっていう。うお、2000超えるか。このパターンも美味しいな。よし、村が右上に見えた。いや、稲妻の剣はやっぱりいいね、使い勝手がいい。うわ、トヘロス、まあ無意味だけど。マイラの村にようこそということで、じゃあちょっとマイラの村に着いたところになりますので、今回はこれで終了して、次回はまあこの村を探索して、またアレフガルドの地ですね、もう少しいろいろ見ていきたいと思います。じゃあ今回はこれで終了します。はい、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンの方は動画右下の登録ボタンから、スマホの方は動画の説明欄から登録が可能です。またツイッターではツイッター限定の動画も配信しておりますので、ぜひこちらの方もフォローをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。